皆さんこんにちは、沼津市文化財センターの木村です。今回は高尾山古墳について見ていきたいと思います。今私がいるのはですね、高尾山古墳の現地ではなく、出土遺物とかを展示しております沼津市文化財センターの展示室です。ここにはですね、遺物だけではなく現地のから剥ぎ取ってきた主体部、実際に人が埋葬されていた場所ということになりますけども、それを樹脂で固めて持ってきたものがここに展示されています。このようにですね、人が寝ていたようというふうに考えられていますけれども、頭の上に鏡であったり、手の横には槍であったり、それから首からですね、勾玉を下げているのではないかというような形で、死体部の中央から勾玉が一点出土しています。こちらは、沼津市の円形の航空写真です。中央の右手あたりにですね、高尾山古墳の位置を落としています。高尾山古墳はですね、今手前に映っています沼津市街地の、最北部、場所でいうとですね、足高山麓の南麓の部分に、位置しています。この尾根の先端部分を利用して作られているということが特徴です。こちらは高尾山古墳の発掘調査した時に、航空写真を撮ったものです。西側は道路で削られていますけれども、古墳の本体の大部分が残っていることがわかります。古墳本体はですね、長さが62メートル、その周りにですね、8から9メートルほどの周溝と呼ばれる溝が、ぐるっと取り囲んでいます。一部は神社の下に入り込んで、さらには西側については道路の下に入り込んでいます。ですので全体像が全て発掘されたわけではありませんけれども、埋葬施設、先ほど見ていただきました主体部につきましては全て発掘調査が終わっており、この古墳にとって、重要な部分については大嘘が解明されている状態です。高尾山古墳の発掘調査の結果、かなり大きな特徴が見えてきました。まずこの古墳を語る上で大事なことがですね、東日本最古級の古墳であるということが、挙げられます。古墳時代前期の古墳としましては非常にたくさんの土器が出土していまして、この土器を見ていきますとおおよその年代が分かっています。西暦でいうとおよそ230年から250年ぐらい、この頃にですね、作られたというふうに考えられますが、実際古墳をですね、発掘調査を進めていきますと、おそらくですけども230年頃には完成していて、実際に人が埋葬されたのは250年頃ではないかというふうに考えています。この250年というのが非常に大事な年代でして、箸墓古墳と言われる奈良県にある古墳なんですけども、これ研究者によってはですね、卑弥呼の墓ではないかと言われているもので、これがおよそ250年頃に作られているというふうに考えられています。従いまして高尾山古墳は、埋葬された時期は箸墓古墳と同じぐらいかもしれませんが、作られたのはですね、奈良県にある卑弥呼の墓と呼ばれる箸墓古墳よりも古い可能性があるということが分かってきました。もう一つこの古墳を語る上で大事なところが、この豊富な出土遺物です。墓構からはですね、銅鏡、それから槍が2本、槍杆な、勾玉、それから鉄属と呼ばれる弓矢の先につく、矢尻ですね、こういったものなのかが出土しています。当時鉄は非常に貴重品ですし、鏡に至ってはですね、五環鏡と呼ばれ、中国から輸入された、当時にとってはおそらくこういった大きな権力を持っている人でしか持てない非常に貴重なものがですね、惜しげもなくこのように墓構の中に一緒に埋められていました。普通ですとこういった大事なものっていうのは次世代に引き継ぐということはあるかもしれませんけども、この方が亡くなられた時に一緒に埋葬されたということになります。このことを考えるだけでもこの人が非常に大きな権力を持っていたということが推測されるのではないでしょうか。このように高尾山古墳は未洞窟でかなり豊富な情報をですね、我々にはもたらしてくださいました。こういった出土遺物につきまして、高尾山古墳の墳頂部に上がってきました。現在は立ち入り禁止の場所ですけれども、ここは今回動画で説明したいと思います。今見えているのは高尾山古墳から南側を向いたところです。奥に見えている半島が伊豆半島、こちらの方に行くと狸山が映っています。現在でこそ市街地になっていますが、当時は当然ビルなどはなく、近くまで浮島沼が入り込んでいました。そうしますとこの高尾山古墳の墳頂に登れば、伊豆半島や、その手前の駿河湾、そういったものも見えたのだと思います。目線を、東に向けてみますと、箱根が映っています。ここを越えると関東に入っていきます。
さらにですね、北側に目線を向けますと、沼津市の北にそびえる足高山、今日は曇っておりますけども、北西の方には富士山が、見えると、そういう立地になっていて、非常に高立地の中に古墳が築かれたということが分かります。今ここが、実際に遺体が埋葬された、主体部を見てもらっています。今切り取られてですね、白くなっているところが実際の主体部です。切り取ったものはですね、今沼津市文化財センターの展示室の方に、展示をしています。実際はですね、この上に墳丘としてはもう1メートルぐらい傘が高かったんです。それを発掘調査で下げて今の高さまで下がっていますが、発掘するときにはですね、この上に神社が立っていました。そのおかげで実際に墓は誰にも荒らされることなく現代にまで残っていました。発掘された結果ですね、鏡や槍など当時では非常に貴重なものがたくさん出土しています。そういったものも文化財センターに展示してありますので、ぜひ見に来てください。ここは沼津市東沢田にある長塚古墳です。長塚古墳は6世紀前半に作られたもので、墳丘の長さは約55メートル、周高を加えると75メートル前後の大きさです。この長塚古墳は沼津市に3つある前方後円墳のうちの1つになります。あとの2つは西沢田にある根の神古墳、松永にある神明塚古墳です。これらはいずれも前方部を西に向けて作られています。長塚古墳は西側を一部削られていますが、原型を非常によくとどめており、前方後円墳の形を知るにはうってつけの古墳です。昭和31年に沼津志士編纂事業に合わせて、明治大学の後藤修一教授を団長とする調査団によって発掘調査が行われました。残念ながら後円部にある埋葬施設は洞窟を受けていましたが、
調査の結果、はじきやすえきのほか、市内で唯一の埴輪が見つかりました。この調査成果は、沼津市文化財調査報告第一集として刊行されており、行政による文化財調査としては、この古墳がスタートであったとも言えます。また、その後の発掘調査により、人物埴輪の一部と考えられるものも出土しています。記憶で、ここ水が何にもないもんで、夏やったもんです、汗で体が汗だらけになっちゃうもんですから、その時あそこ行って体今の高尾山の裏に金岡小学校があって、そこのグラウンドになんか水があったもんだから、そこまで汗を流し行った記憶があります。広報部の方が、公園部の方が長い。さっきのはちょうど前方部と広報部が同じくらいの長さだったんですけど、からこちらの方はそんなに開いてない。さっきのは結構ずっと三味線のバチみたいにうわーって広がっちゃってて、でそういうのが広い、古いって言われてます。でもう一つは広報部と後円部と前方部の高さの差はそんなにない。さっきの三味線近くあったものは結構高いって分かりましたよね。でそれでそういうのは大体傾向としては古い古墳になってます。で多分32年後の発掘やってですね、ちょうどこのところから後円部の縁に沿って埴輪が出てきてます。それからこのちょうど向こう側のところにやっぱ堀が、高尾山と同じの堀があって、こちらはねはっきり分からなかったですね、堀は。で向こう側のところにお祭りの時の土器を捨てたのがいっぱい出てきたんです。その土器がちょうど6世紀の初め頃の土器、マイナーなこと言うとそれは鬼高式と言ってる土器なんですけど、そういう土器がいっぱい出てきたもんですから、でこの古墳は多分その6世紀の初め頃の古墳だろうと言われています。で先ほどあったのスタイブ埋葬部分があるんですけど、そこはもう掘ったけど何にもなかったですね。でこの資料ではですね、なんか板状の石の欠けが何辺が出てきたって書いてあるんですけど、僕が見た時には一辺しかなかったですね。で一辺出てきたのはその時の先生が見て、これは石の杉やなんかがあった後に違いないということで、ここは柳式の石室だろうというふうに考えたんです。でももしもやっておってその斜めのところも一回掘ったんです。というのは横穴式石室っていうのは今度斜めから入ってくるようになるものですから、そこは何にもなかったもんで、これは縦穴の石室だろうというように言われています。でまず、あ、一番古い国で、その後、松永にある新名津からとか、このちょっと先にありますが根の神さんが続くだろうと言われてたんですよね。で何も根拠はね、清水家や七日目を掘ったわけじゃないんですから、でその後あそこは掘って結構古いよってのは分かってきたんですけど、それをさらに最近掘った高尾山が出てきたもんですから、今は高尾山が一番古くて、その次が清水家、それから七日目でこれだろうと。でこれは一番新しいやつなんですね。でこの後はこの地域ではもう前方後円墳は作られることはなくなっちゃって、塩分だとかなんかそういうのになっていくわけです。で今はもう